ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとですね、プチ企画ですけど、パッチワーク企画っていうのをやっていきたいと思いまして、シリーズにしたいと思います。まだね、簡単には出来上がらないと思いますのでね、あと何回かシリーズのね、後編があると思うんですけど、まず最初なんです。で、もともとパッチワークにしようと思ったきっかけっていうのは、歯切れが余りますと、普通ね、歯切れそのまま使って小さなものを作ろうとしていることが多いと思うんですね。ちょっとそのね、逆の発想ですね。もともと小さいものを作ろうと思ってたんだけど、結局ね、作らずじまいなんですね。それはね、やっぱりね、その作り上がった時のね、価値が薄れるんですよ、小さいとね。それをね、いろんなお客様とお話ししながらとか、いろんなご意見を聞きながらっていう、ここ何年かでそう感じていました。でも歯切れってその分しか残ってないんだから、ちっちゃいものしかできないじゃないって思うと思うんですけど、そこをねちょっと工夫していくんですね。でこれがね、パッチワークに組み合わせることによって、結構サイズはね無限大だと思ってます。そのシートを作る苦労、その苦労だけ厭わなければ大きいものも作っていけるっていうことで、今回はね、できるだけ大きなものを作っていく企画になりますね。なので必ずパッチワークをかなりたくさんやっていく、いかないと大きくならないので、そこをまたカットしていくわけですけど、裁断してね。でこんなパーツですね、もともとねこのパーツでやろうとしてた小物があったんだけど、それが多くあったからっていうことで、まあ、大部分ではないんですけどね、まあまあ多くあったのでっていうことで、その型紙をこんな風にしてみてですね、それがぴったりのやつが、結局縦が 12.5 センチですね。これ見ると 12.5、 横は 17.5 センチ、こういうサイズであったんだけど、それより大きいものも含まれますから、そうするとそれよりもちょっと長かったのはこれにカットしていくわけですね。で全てがこのパーツの大きさで裁断したのがこちらで、裁断してもうね、接着芯もね貼ってあった状態でさ、小物作ろうと思ってた直前っていうか状態だったのの直前の状態を、もう方向転換してパッチワークに使っていくことに変えたんですよ、今回ね。そうするとね、もっと進むかなって思って、時間はかかっても結局少ない数なんだけど、ぐーっとね進捗度はね高まるんですよねっていう、やり出せばね、そういう風だと思います。なのでこっちがね、もうそういう風に接着芯なんか、いろんな接着芯あるんですけど、ニット芯だとかね、色もカラーもあったりしてね、でそういうのを貼ったやつがこちらです。で大部分というか、これ大部分って言ったけども、かなり多い量なんですけど、それでもまだまだこちらにありましてね、これ山積みです。でさっき私が作業終わったのが、接着芯を粗立ちして、大枠、すごい大まかですね、これ飛び出てるし、大まかにして、で表地もね、まだねカットもしてない状態なんです。これに当てて、接着芯貼った後、これに当てて正確に裁断して、こういうものにしていきますので、そうするともっと増えます。でそういう感じで、たくさんのパーツが出来上がった時に、じゃあ大きなものがいくつできるかっていうのは、シートを作ってから考えていこうと思いまして、もう行き当たりばったりでやっていきたいと思いますね。もうすぐ年末なのでね、もしかして年末までに作れればいいかななんて思ってるんですけど、どうでしょうね、急に考えた企画になります、11月の末前になってね。でですね、ちょっとね、私なりの工夫をしたいと思います。パッチワークも闇雲に組み合わせてあるものをよく見るんですけどね、なんかね、あんま焦点が、そのポイントがないんですよね、あまりバラバラな色だと。なのでカラーをちょっとね、大まかに捉えて、この柄とかは無視して、カラーのものとか黒いものとかいう風で見た時に、私が扱ってきたものって、過去のものってカラーが多いんですけど、最近のものだと黒白なんですよ、無彩色なので、黒は黒っぽいので合わせて一つのものにする。これ全部で1個大きいの作るわけじゃないんで、たくさんできるんですよ、大きいのも。多分たくさんもできないけど、複数できると思うんですよね。ビッグなの一つっていう感じよりは、もっと面積があるわけで、こんだけあるわけですからね。そうするといくつかできるにあたっては、やっぱりカラーはカラーでいいセンスで組み合わせていくっていうことをちょっと工夫して、そこがちょっとセンス問われるとこかもしれないんですけど、それをちょっと頑張ってやってみようと思うんですね。でそしていろんなそのパッチワークなんだけど、パッチワークならではのそのなんか
またね違いがある感じ、バラバラのぐちゃぐちゃでちょっと寄せ集めてきたなっていうのだとちょっと安っぽくなっちゃうんで、安っぽくならないように高級感あるものパッチワークなんていうものにできたらなって思ってます。はい、ということでね、これ最初なんですけど、この次にやることはこれを接着芯で貼ってですね、今まだピロピロの状態でただ用意しただけなんですよね。なのでこれを貼っていって、で当てて切っていって、これにですね、これにやってカットして、全部これにした時に今度仕分けをして、カラーのもの、例えばこのカラーとこれなんかは多分こっちの部類ですよね、これとこれは同じ部類に入ると思うんですよ。でこのグリーンなんかもこっちに入れたらどうかなとかいう感じとかやってきながら、その中でももしかしてたくさんできたら、じゃあこのピンクとグリーンで分かれるかなとか、色だけじゃなくて、あと柄の雰囲気ですね。柄もね、いろんな柄があるので、花柄だけじゃなかったりするんですよ。なのでね、そういうのでよく見てですね、仕分けをしていって、なんかそういうシミュレーションみたいなことをしていくっていう感じで分けていきたいと思いますね、最終的に。そうするとかなりですね、今までですね、なかなか実現できなかった在庫整理みたいなことですね。はい、ここなんですけど、こういうのにね、ボックスに入れていたんですけど、それがこの年末でなくなるかもしれないっていう感じで、今空になってますけど、こう出してますんでね、まあ、そういう感じでちょっとね、生地の整理の仕方としては、意味のある整理の仕方というか、もったいないことしずにその有効利用していくっていう感じですよね。せっかくなんかこういう生地ってね、結構高級だったりするんですよ。でやっぱ思い入れもあるんですよね、あの時のあの生地だとか思い出されるものばかりなんですよね、やっぱりね。何かを作って余ったやつだったりするんで、例えば苦労したものの生地があった時に、あ、こんな思い出があるなとか、例えばこれだったら、あの縮みが起きちゃって、ナイロン 100% 撥水なんですよね、これね。でナイロン 100% っていうのはオリジンを当てるとギューってなっちゃうんですよ。これギューってなって気泡ができちゃうから、絶対ニット芯じゃないといけないのに、それを知らなかった時にオリジンを貼って苦労した思い出とかがあるわけです。ということで、その経験からもこの裏にニット芯をちゃんと貼れるようになったという、そういう判断が分かったっていう、そういうね、そういうエピソードとかをが詰まったものがこう一つに集まった時、パッチワークの良さとしては、意外とあれも高級なものなんだよっていう考え方もあると思うんですよね。いろんなね、高級な生地が同時に集まることってなかなかないじゃないですか。同時に何かを一つピックアップして、それ一つで作っちゃうのが普通の商品ですよね。でそれ考えたら、いくつかのいいとこ、いいものがちょこっとずつですけど少しずつ集まってできたものだって、それはそれで違う意味で価値があるものにならないかって思うんですよ。なんかまたとないというか、いくつもあるわけじゃなくて、複数できたとしてもそんなにたくさんはできないわけですよね。パッチワークってたくさん集まってパーツが集まりますから、結構生地が必要なんですよね。なのでそういうのが実現できたものっていうのは、やっぱり価値あるお品かなと思うと、ちょっとこの企画を楽しみにしていただいて、ちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、ということでした。今回はそういうことをね、やり始めますよっていうね、ご紹介でしたね。はい、ありがとうございました。